ドスケベが許された楽園、セーラント。そこに転校してきた、え、マキリ？ああ、墜落。まあ、気になる人は前作を買え。ある日知り合いとオナホールを交換した淳之介。しかし、あまりの快楽にしごく手が光の速さを突破し、平行世界へと転移してしまう。それでも無事元の世界に戻ってこられるのかみたいな話なわけ。いいんだよ、適当でこんなしょうもない話誰も聞きたく。で、おぶんだな、可愛い妹を叩いたな、童貞一歩野郎。だったらネタバレしてやるからな、よく聞け、こんくらい。